皆さんこんばんは。番組ナビゲーターの佐藤信長です。フォーミュラー E シーズン7の見どころを佐藤信長目線でお伝えします。フォーミュラー E 独自のルール、決勝レースのスタート前に注目です。皆さんがモータースポーツで見かけるのはコースを周回するフォーメーションラップなどがありますが、フォーミュラー E はスタート位置の2列後ろからグリッドにつきます。これはエネルギー消費を考えたシステム。少しの時間でスタート前の確認をしなければならない緊張の一瞬、スタートシーンにも注目です。シーズン7も残り5戦、僕の注目ドライバーは現在ポイントランキング5位、シーズン6で優勝を飾ったディフェンディングチャンピオンダコスタ選手です。モナコでの試験前のブレーキング勝負が印象的でした。今回の舞台はニューヨークブルックリン。2年ぶりとなる開催地で勝利をつかむのは